夏はね、一般的には多肉のね、お迎え時期ではないって言うんですけどね、なんかね、あれですね、多肉ばっかり買ってますね、最近はね。なんか、なぜかな、なぜかなってなんか自分でも思うんですけどね、まあイベントとかに行ってるっていうのもありますけどね、ちょっとね、なんかすごく買ってる気がします。なぜかよくわかんないですけどね。その中でね、こちら、サボテン相談室さんのね、紫式部ですね、ロメオとね、クスビダータの後輩で、こんな感じでね、鋭い爪が特徴的ですね。我が家でもね、こう人気の多肉です、これね。はい。こういったのがあるんですけど、今回同じようにですね、クスビダータと、コロラータの後輩でね、名前がついてるんやけど、エミネントっていうかな、これですね、エミネント、クスビダータとコロラータの後輩ですね、これをですね、ちょっと、縁があって、2つね、このようにこうお迎えしました、こんな感じ。まあそうやな、コロラータも入ってるなという感じがこうこれからもねこう見受けられるっていうかね、こういう感じなんですけど、せっかく2つ買ったんでね、これをちょっと土を変えてね植えてみようかなというふうに思います、ね、まあこんな感じにはね、これロメオが入ってますからねあれですけど、自分の好きなねコロラータと、クスビダータなんで、なかなかねこう期待できるかなと。名前もね、こうエミネントということでこうついてますんでね。はい、こちらの方ね、ちょっと今回ね、お迎えしたんで、植えてみたいと思います。土をかいてね。はい、それではね、早速ね、植えていきたいと思いますけど、片方をね、こういういつものね、配合土、赤玉ボラ、バーミキュライトに、カヌマ、クンタンぐらいかな。はい。これで植えていく。して片方には、鹿沼の細粒だけ、これだけを使ってね、ちょっと植えていこうかなというふうに思います。せっかくね2つありますんでね。はい、まずこちらこういう感じになってるんだ、あんまり根は張ってねえかな、感じですね。よいしょ、ね、これぐらいな感じなんで、あんまり落とさずに、根があんまりないからですね。はい、こういう風にして、こっちも先に取ってみましょうかね。似たような感じですかね、まあ夏やから、水を切ってる、そんな感じですね、ペナッペナな感じやな、まあ、これからね水を吸わせて、はい、こういう感じが2つあります。で、まずはこっちやな、2つも同じ条件下でねこう植えていきますけど、これね片方にこれ入れて、片方はカヌマ、そこにはね軽石を入れてます。軽石とねゼオライトをね入れてます。そして肥料を2粒ぐらい入れるかな、スーパーロングをね2粒ぐらい入れましょう。それと、ベニカのね流材やな、はい、土の中に入れてね、表面に入れるとなんかこう白くね、なんかこうなんか納豆とかなんかそういう感じのなんか菌みたいなね、
そういったのでこう予防するようなね、そういった効果もあるんで、なんか表面使うよりね、中に入れといた方がいいんじゃないかなというふうにね、思って、自分は結構ね、中に入れて、表面に、オルトラをね、こう入れるようにしてます。んで、これを、これね、植え付けますけど、まあ、あまり深くならないように、深植えね、ならないように、これぐらいでいいかな。これぐらいでいいでしょうかね。はい、これぐらいで、植えていきましょう。どうなりますかね。せっかく2つあるんで、変化をね、変化を、同じ条件下で、同じ位置でね、育てていこうかなと思ってます。まあ、夏やからね、慎重に育てんとね、だから、まあ、他の動画でも言いましたからね、まあ、こちらもしばらくですかね、東側のゾーンで育てる、そんな感じになるでしょうね。で、ちょっとこういう風にね、かなりこうペナッペナなんで、この後に、リキダス入りのね、水をあげて、根はあんまり傷めてませんのでね、で、しっかり水を吸わした後に、外にね、出そうかなというふうに思ってます。このままじゃね、ちょっとね、あまりにも水気がなさすぎてですね、焼けてしまいそうというかね、この暑さに耐えきれなさそうやからですね。ですので、ちょっと1日ぐらいこうクーラーのね、効いた部屋で、いわゆるこう育成適温の中でね、水を吸わせる。そしておおむね吸った後に外にね出すと、そういうやり方をしていきましょう今回はね。はい、さあどうなるかね、どうなりますかね、どうなりますかね。まあ予想では鹿沼の方が紅葉するというかね、いい色合いになるんじゃないかなというふうにね、予想してますけどね。ちょっとセンターからずっとかな、ちょっとね、葉が張っていかないと何とも言えないんでね。よいしょ、よいしょ、はい、こういう感じやな。撮影ね、こちらね、紫式部を持ってきてたんで、ついでにですね、このリキダスね、いつもよく使うやつ、植物のパワーを引き出す特許処方ね、いろんな植物に、花も野菜も元気に育つね、いつも説明してますけどね、暑さで、バテ気味の時や冬の寒さへの抵抗をつけたい時とかね、根の張りを良くしたい時とかね、そういう感じですね。ミネラルがね結構入っちゃうな。特許取得、3種類の有効成分、コリン、フルボ酸、アミノ酸を、独自配合とね、3つの相乗効果で、植物本来が持っている力を引き出し元気な植物を育てます。カルシウムをはじめ各種ミネラル、鉄、銅、亜鉛、モリブデンなどが、植物に活力を与えますというようなことですね。リキダスの各種成分は、土中で、植物が吸収しやすくなっているので与えてすぐに効果を発揮しますと。カルシウムが多く含まれているので、トマトやカルシウム、結合症を予防しますと。不足がちなミネラルをバランスよく供給するので美味しい野菜や花が育ちます。多肉ですけどね。はい。1000倍やね。だいたい1000倍。これはなんか100倍とかこういろいろあるけどね。まあ、ここにサボテン盆栽などってあるんで、
まあ、こう1000倍ですね。で、よかろうかと思います。はい、こちらをね、まあ、まずあれやな。こっちあげましょうかね。紫式部にもね。はい。ぎゅーっとね。多肉自体にかからないようにね。やっぱね、まあ、ダニとかあるからね、多少葉っぱにかけた方がいいとかいうのもあるけどな、なんかやっぱ安全なのはやっぱり葉にかけないことかな。なんかね、今年の夏はそれをすごく痛感します。底面給水が安全とか言いながらね、結構自分上からやるんですよ、めんどくさくてね。それでね、あんまりいい結果を生んでない、やっぱり、ですので葉にかけないでね、こううまくあげると、まあ葉にかかっても室内であればね大丈夫なんですけどね、同じようにやってもやっぱ鹿沼の方がこうはけがいいというか水が落ちますね。こっちの方がやっぱ水持ちがいいんかな、その分ね、だから鹿沼ほどこう垂れなかったですね。はい、この3つをねちょっと、根がね、それなりに吸うまで、葉が少しこうパンパンになるまで置いといて、まあ置いててもどうでしょうね、最大2日ぐらいですかね。まあそれ以上置くとね、また外に出した時葉焼けとかね、そういった恐れがあるんで、はい、こういう感じでね、吸わした後に、東側ね持っていきたいと思います。こちらはですね、水やりをした後ね、半日後でね、こういう風にね、随分変わりました、印象が。ね、こっちはハイゴールドに植えたやつやな。これ、こんな感じでね、もうね、半日でね、随分ね、水を吸いました。はい。ほんとね、コロラータとね、クスビダータのなんか特徴が出てるなとね、そんな感じですね。エミネントね、こちらもいいですよ。ね、いい感じになってきました。葉がね、水を吸って、まあもうちょっと吸えるなって感じですね。まだこう、やわいからですね。吸うとパンパンになるんで、指でこうしただけではね、あまりこう葉が動かないというかね、そんな感じになりますんでね。半日でもね、根がしっかりしとけばこういう感じです。まあ、ついでにね、紫式部をね、はい、こういう感じです。なんかちょっとこう元気が出たなっていうね、そんな気がします。はい、ということで、今回ね、今回の動画はエミネント、クスビダータとコロラータの交配、そちらの方をね、ハイゴードとね、鹿沼土、はい、それに、植え替えてみましたということで、今日の動画はね、終わりたいと思います。この動画はねいいと思っていただけましたら、チャンネル登録とかね、高評価、とですね、メンバーシップともねやってますんで、そちらの方もよろしければお願いしたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。